今卵使ってる状態のタレに。ほら、どうこれ。もうセクシー。どうも、貝原龍山です。この刺身を作ったのは誰だ。今回はですね、貝原龍山が完全に喜ぶ至高のレシピです。何の至高かっていうとですね、至高の煮卵です。完全にこれを出したらですね、本物の貝原龍山もですね、この煮卵を作ったのは誰だって怒るぐらいの美味しさです。今回は貝原龍山を完全にブチギレさせるですね、最高にうまい煮卵を作っていきたいと思います。龍二のバズレシピ。大丈夫かな、俺おいしんぼの作者に消されねえかな、大丈夫か。じゃあなんかいろいろ炎上しそうですけども、頑張ります。もう何回も炎上してるから大丈夫。ということで今回使いますのは卵。これは別に至高の卵とかじゃなくてスーパーの卵ですね。はい、そして鰹節、あとニンニク。お、僕といえばニンニクですから、はい。これで美味しすぎてブチギレるぐらい美味しい最高の至高の煮卵作っていきたい。ということで至高の煮卵を作っていくために一番大事なことはやっぱね、自らを至高にしていくこと。僕が完璧に貝原龍山になりきるために自らを至高にしていきます。いきます。くー、最高。だんだん気になる。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずね、煮卵のタレ、漬けタレ作っていきたいと思います。これですね、鰹節。やっぱね、鰹節の香りをね、立たせた方がうまいです。これは至高のレシピなんでね、お醤油とかだけでも美味しいんですけど、やっぱり、ね、出汁の味効かせた方が味玉って、最高にうまくなります。この鰹節、これをですね40秒レンチンして粉にしていきます。まあ、これ池盛りシステムですね。池盛りシステム使いまくりなんで、これと出会って僕人生変わったんです。で、これチンした終わった鰹節はこんな感じで揉んでいきます。そうするとね、粉々になって、鰹節このままね、煮卵つけてもいいんですけども、結構ね、あの鰹節そのままやると、あの鰹の感じ残るんですよね、粒子が大きいと。だから歯に引っかかったりするんで、こうね、粉にすると出汁も出やすくなるし、非常にね、あのいいんですよ。そして鰹の香りがこの卵に移って、すっごく出汁のいい香りがするんですね。このやり方すごいです。で、こんな感じでね、で完全に粉になりましたね。粉になりましたら、こう鍋に入れていきます。これでね、漬けダレ作りますんでね。で、これをみりん大さじ3、これ甘みとコクですね、つけていきます。で、酒大さじ2半。ここに味の素ですね、1,2,3,4,5,6,7振りです。はい、これね、鰹節ってのはイノシン酸が入ります。そしてこの味の素、グルタミン酸を入れるんですね。そうすると旨味の相乗効果で非常にいい旨味がつきます。で、お砂糖ちょっと甘みつけます。小さじ1半、ちょっとね、甘があった方がいい。で、ここに醤油です。醤油大さじ4です。で、これね、まずね、これで沸かす。これなんで沸かすかっていうとね、酒とみりんを飛ばす、完全にぶっ飛ばす、それが至高なんです。はい、でもこれ味の素入ってるから、多分貝原龍山は激怒すると思うんで、抗議文が来そうですね。で、これをまあ、煮詰めることによってですね、どういう効果があるかというと、アルコール飛ばして、あとね、醤油に火が入ることでちょっとまろみが増すんですね。醤油の角を取る。なんで、ちょっとね、ブクブクっとちょっと沸かしていきます。で、大体全体が沸騰してきたなと思ったら OK なんで、そしたらですね、今からゆで卵茹でていくんですけども、熱いままだとゆで卵ね、入れたら固まっちゃうんですよ。なんでこれ一回冷まします。で、冷ますときにこいつ、青ネギ、まあネギの青いとこですね、これあれば、あった方がネギの香りがついてうまいです。あとニンニク、さっき出てきたニンニクあったじゃないですか、はい、砕いたニンニク1ペン、これ昨日の酒残ってんのこれ。で、こいつを、冷ましておきます。冷たくするまではいかなくていいんですけども、人肌ぐらいまで冷まします。じゃあですね、こちら沸かしたお湯があります。で、ここには卵があります。で、卵なんですけども、冷蔵庫から出したての卵、その方がですね、中身が冷たいので結構半熟にいきやすいです。で、これですね、このまま入れてもいいんですけども、ちょっと温度差で結構ね、割れやすくなってるんですね。だから表面だけちょっと慣らしたいんですね、温度をね。ほら見てください、こうやってね、水に浸すんですよ。はい、もう一瞬でいいです。はい、そしたらこれ水取りますよ。はい、こうすることによってこの温度差が軽減されますんで、割れにくくなります。そしたらお湯はですね、あんまりポコポコさせない、最初は中火ぐらいで、で、そっと入れる。そっと入れるってどういう風にするかっていうと、できればね、こういうザルで入れてください。あんまりね、ボトボトって、やると衝撃で
割れちゃいます。こうやって沈めていく。沸騰したお湯の方が、半熟に仕上がりやすいです。でまた入れていきます。はい。で今回ね、漬け汁的に7個ぐらいいけるんですけども、まあ6個でもここでも構いません。それはそーっとです、そーっと入れてくださいね。お前ガタンガタンってやると割れちゃいますんでね。赤ちゃんを扱うように。あー、甘ですよということで、パパになりきっております。はい、ママでも可能です。じゃあ7分でいいかな。7分にしとこう。今回ちょっととろっといく感じで、こっからの火の温度大切です。中火でやってください。これ弱火だとね、温度下がり続けていくので、なんで中火で、これくらいの火ですよ。はい、皆さん中火覚えてくださいね。ここで弱火にしちゃったりとか強火にしすぎちゃったりすると、7分経ってもですね、ちょっとドロドロかなっていう感じになりますんで、7分、もしくはもうちょっと固めが好きな方は7分半ぐらいやってください。ということで7分後にジャンプ。はい、それではですね、出来上がりました。7分茹でました。ボコ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 いってるような、こういう状態でですね。はい、そしたら、もう取り出していきます。水、お湯、もう出すじゃないですか。で、1個も割れてないです。まずね、これ冷やす。よーく冷やします。ここにね、氷入れるんですよね。まあ、なくてもいいんですけども、殻むくのなんかすごい苦手だなっていう方は、氷入れてください。なんでかっていうと、氷を入れるとね、卵をね、縮みますんで、中が。だからね、むきやすくなるんですよ。よく冷やしたら、ケツから割ります。ケツから割ったら、おケツから剥いていきます。こう水流しながらね。で、この水がこの隙間に入ってですね、隙間産業なんですね。こういう感じです。隙間に入るとこうやって殻が剥きやすくなる。ほら見て、つるんと剥けたでしょ。これですよ、もう赤ちゃんみたい。で、これをね、全部やっていく。はい、そうしましたらですね、卵をこれ全部トゥルントゥルンの赤ちゃん肌になりましたんで、こいつをね、つけていきます。ジップロックとかでもいいんですけども、こういうね、なんかね、袋のがいいです。こういう袋のが、空気抜きやすいんですよね。こういうポリ袋みたいなね、スーパーで売ってますんで、こういうのあるといいです。で、ここにもうね、これね、タレ完全に冷めてるんですよ。これ室温ぐらいになってます。で、こいつをもうガーッと入れていく。このタレがね、最高にうまいですから。で、こいつなんですけども、できる空気抜きたいんですよ。これ水溜めたボール入れます。そうすると、ちょっと水入れすぎましたわ。これ分かります？これ全部今卵使ってる状態のタレに、はい、で、ここでこれ結ぶんですね。これね、水圧でこう空気を追い出していくっていう方法なんで、煮卵とかね、漬けを作るときはこういうのでやった方がいい。ほら見てください、全部使ってるでしょ。これだと味が染みやすいんで、で、これでボウルかなんかに入れといて、で、これで、冷蔵庫丸1日で美味しく食べられるんですけども、僕のおすすめは3日ぐらい漬けたのが一番うまいです。そうするとね、ガッと味染みてすっごくいいおつまみになりますんで、で、今回はこれでやっていきます。はい、で、前回漬けたのがありますんで、前回漬けたのをちょっと持ってきます。前回つけたのが こちらですね。はい、いい感じで使ってますね、これ ね。3分クッキング方式、こんな感じでね。個数が少なくなってるのは、僕が味見で酒飲んでしまったのですいません。ほら、いい感じに、これね、2日間ぐらいつけたかな。じゃあいきますよ。はい、ほら、どうこれ、この真ん中がちょっとプッとしてて、この茹で方ですよ、皆さん見てますか。この断面見せたかったんですよ、皆さんに。はい、こんな感じですか。こんな感じ。ああ、もうセクシー。この断面を皆様に、この断面を皆様におすすめ。ああ、見ていただきたかった。持ってきます。はい、でね、つかりがもし浅い時はここにタレちょっとかけてあげるとね、味増しますんで。ということで、こちらでシコナーさん完成でございます。はい、じゃあ最高に美味しそうな味玉完成しましたので、いただきます。キムキ。僕はね、煮卵はラーメン屋のつまみだと思ってるんでね、ビールです、やっぱりね。ラーメン屋はほとんどビールしか置いてないからね。じゃあまずはプレーンでいきたいと思います。お、味めっちゃ染みとる。うん、この味だよ。マジで僕が食べてきた味玉、まあ、煮卵の中でダントツうまいです。鰹節の旨味と香りもギュッと染みてますし、ニンニクとネギの香味野菜の香りもギュッと入ってます。非常においしい。もう一個いいっすか。これね、ブラックペ
ッパーもいいと思うんですよね。ブラックペッパーかけていいですか。これで最高にビール合います。最高ですね。タレもね結構まろみがあるんですけども、ここにキュッとブラックペッパーの香りが入るとね、ひんよりまい。疲れがちょっと浅いなと思ったら、お塩ね、一つまみしてください。これお塩、僕は禁じ手です。これは最高。あ、すいません、メンバーとチャージもお願いしますって感じですね。あとね、ラー油、ちょっと待って、もう止めどない。ラー油絶対ラー油だから。ゼラチンみたいに固まったこの黄身、うん、オーマイガー、好きすぎる、愛してる。あ、これ全部食べたい、全部食べたいけど、やっぱり独り占めするのは良くないので、タッチャンス。お疲れです。乾杯。あ、どうぞ、こちらが至高のメニューです。私、美食クラブが選んできた。ありがとうございます。早速いただきます。うま、ん、これに勝てるのはないと思う。鰹節いいっすね。めちゃめちゃ効いてますね。鰹なんよね。基本的に煮卵ってだいたいお醤油とみりんと酒作ると思うんだけど、まあ、ここにあの鰹の旨味と味の素グルタミンの旨味を加えることによって、味の玉手箱や、味の玉手箱や、貝原雄山が言うとるんや、味の玉手箱。え、元そっちなんですか。いや、元はあの彦摩呂ですでもこれマジで止まらなかった理由わかります。うまいでしょ。1個食ったらまた次ってなっちゃう。ちょっとあのラー油いってください。ラー油いってください。あう、最高じゃん。いや、これマジ最高っすわ。傑作だと思う。もう許されるならもう全部食いたいですもんね、うん、俺も全部食いたい、全部食いたいけど、まあほら達也と哲也に残しておかないと、うん、やっぱりね、これだけでも無限に埋めますね、うん、味もしね、あの疲れが浅いなと思ったらね、お塩ちょっと振るとね、あの味締まりますんで。でも3日つければね、お塩いらないと思う。一番うまいのはね、これね、あのご飯にね、乗っけてね、汁ぶっかけんすよ、漬け汁。もうね、罪だよ。滞在無期懲役ということで、無期懲役、煮卵、ぜひ皆さんお試しください。名前変わっちゃったどうですか。この断面を皆様に、この断面を皆様にお勧め、わあ、見ていただきたかった。